はい、整体院5行の山本です。今回は脊柱管狭窄症を改善するマッサージその2を脊柱管狭窄症で悩まれているあなたにお届けしたいと思います。この動画は前回に引き続いての動画になります。脊柱管狭窄症と診断されても、その痛みとしびれが筋肉から来ていれば、反り腰を治せばその痛みとしびれが改善できるというふうにお伝えさせてもらいました。そして前回は大腿筋膜張筋という筋肉をほぐしていきました。そして今日はお腹の筋肉ですね。お腹の筋肉といってもこの横の写真のような場所になります。ではエクササイズをしていく前に場所の確認をしていきましょう。今日ほぐしていく筋肉の場所なんですけど、まずおへそを探してください。あなたのおへそですね。おへそから指4本分外、へそからまっすぐ横の4本分外の人差し指のところですね。人差し指のところに指をですね、縦に立てます。そしてここをグッと奥に押していきます。押す方向なんですけど、まっすぐというよりこの中心線に向かってこう斜めにですね押していきます。こちらの手だけではやりにくいと思いますので、反対の手でこのように加勢してあげます。そしてグッと押して痛気持ちいいくらいで止めていただいて、横にこのようにマッサージしていきます。押したままマッサージしていきます。このマッサージを横になって仰向けでやっていくんですが、その前にですね、このエクササイズの前に検査をしていこうと思います。まずこのように立っていただいて、そしてどちらからでもいいですので体をこのように倒していきます。このように倒してですね、お腹が突っ張る方を探していきます。私はこちら側の方が突っ張りますので、こちら側をマッサージしていこうと思います。はい、それではマッサージをしていきます。まずこのように横になっていただいて、マッサージする方の側の膝を立てたまま反対の足は伸ばします。そしてさっきの要領でへそから4本分横、そして人差し指のところを縦にですね、グッと体の中心に向かって押して痛気持ちいいところで止めます。そして反対側の手でサポートしてあげます。そして横にですね、20秒間マッサージをしていきます。深呼吸をしながら20秒間やっていきましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、20。はい、 OK です。それではまたチェックをしていきます。マッサージをする前にこのようにチェックをして、私はこちら側の方が突っ張りましたので、こちらをチェックしていきます。これでマッサージをする前よりも突っ張り感がなくなっていれば、あなたのお腹の筋肉が固まって、これが原因で反り腰を作っていたということになります。お腹がこのように固まると前かがみになります。そしてここから戻そうとして反り腰が作られます。ですのでお腹の筋肉が固まっているということは反り腰を作っている原因になります。このマッサージはやってなかった側の方もしっかりとやっていきましょう。この反対側のお腹の筋肉も同じように、おへそを探して人差し指を当てて指を並べて、小指のところですね、小指のところに指を立てて反対側の手でサポートしながら、両手で体の中心線に向かって斜めにグッと押していきます。そして痛気持ちいいぐらいで止めていただいて、このように横にですね、仰向けになって20秒間マッサージしていきます。このエクササイズは1日に3回朝昼晩やって2週間様子を見てください。このエクササイズも前回のエクササイズと一緒にやってください。次回はその痛みとしびれを作っている反り腰を改善するマッサージのその3をお伝えしたいと思います。今日の動画は以上になります。この動画が役に立ったと思われたら、高評価とチャンネル登録をお願いします。今日も動画をご覧いただきありがとうございました。